はじめまして、山本と申します。先ほどの私のプレゼンの方を始めさせていただきます。今回私が紹介する作品なんですけども、海外の中でも、アメコミと言われるものの、さらにスーパーヒーローものになります。でここで皆さんに唐突な質問なんですけども、皆さんはアメコミに限らずこういう娯楽作品の中でヒーローたち、主人公たちがなぜ最後に勝つのか、そういうことを考えることができますか？実はこの本の作者であるグラント・モリソンさんはこれに関しても割と明確な答えを出していまして、それは何かというと、それが最後にヒーローが勝つ、それはヒーローコミックのお約束だから最後に主人公が勝っているのか、そういうことを言っているわけなんですね。でこれって意外に皆様が、僕が言った質問に対して考えたときに意外に同じなんじゃないかなと思っています。つまりアメコミの世界っていうのは初めからアメコミのヒーローたちが勝つ世界として作られたから、だから最後にヒーローが勝つの、こういうことを言ってるわけなんです。実際にこのモリソンという作家はこれをテーマに何冊かヒーローコミックを書いていて、それが実際に日本でも何冊か翻訳はされているんですけども、今回私が紹介したい作品はこちら のファイナルクライシスという作品になりまして、こちらの方でその考え方を一歩このモリソンさんが進めているんですね。で、軽く本について紹介させていただきますと、これは表紙はちょっと暗くて地味なんですけども、本当に先ほどもこんな感じでスーパーマンがドーンと出てくるようなこういった感じの作品でして、先ほど紹介にあったエグザイルっていうのが、X メンとか出てくるマーベルコミックなんですけど、こちらはスーパーマンやバットマンのDC コミックスという会社の方の、作品になります。で、こちらの本で、ヒーローたちが勝つのは、それがアメコミのルールだから、それは分かってる。じゃあそのルールが変わった時に何が物語に起きるのか、またそのヒーローが最後に勝つっていうルールを決めているのは一体何者なのか、そういうことを、この作品の中で語られているわけですね。でじゃあ初めに私がお話した関連跳躍のルールが変わったときに物語が何が起こるのか、でこれも答えは簡単でして、ヒーローが負けるようになるんですね。で実際にこの本の冒頭でマーシャン・マンハンターという、これはこの DC 社の本では非常に人気のあるキャラクターなんですけども、そのマーシャン・マンハンターというヒーローがあっさりと死んでしまうんですよ。で普通ヒーローが死ぬとなると何が起こるのか、何が起こるかというと、アメコミファンの方ではもうおなじみなんですけど、まず3ヶ月前に出版社が宣伝を打ちます。3ヶ月後にマーシャン・マンハンターが死ぬ、しかも今度は1年間復活の予定なし、3年ぶり5度目みたいな、そういう感じのことがあるんですけど、それは冗談をさておき、普通ヒーローが死ぬとなるとやはり何かを救ってであったり、地球を救ってとか仲間を助けるとか、そういったことで自らの命を犠牲にして、何かを成し遂げるというのが一般的なヒーローの死に方なんですけども、でも違うんです。本当にこの作品の冒頭でマーシャン・マンハンターは本当に無意に死んでしまうんです。それはなぜかというと、それは物語のルールがこの本が始まった時点で変わっているから。で物語が進むにつれて、このヒーローたちはスーパーマンであったりバットマンたちはどんどん苦境に立たされていくわけなんですね。でヒーローたちは、で普段だったらこれヒーローって勝つだろうっていうところでもコロッと負けてしまうんですよ。でそれでもヒーローたちは戦い続けるわけなんですけども、これがこの作品の面白いところなんですけども、そのヒーローたちが負けた理由、その裏側にはルールを変えた存在がいるんですけども、ヒーローたちは最後まで誰がそのルールを変えたのかってことには気がつかないんですよ。しかしこれを読んでいる読者にはそのルールを変えた存在っていうのがはっきりと書かれてないんですけども、なんとなく分かってくるんですよ。でこの正体が本当にすごいというか、多分皆さんは完全凶悪のルールを一体誰が作ってんだって言われた時に考える答えが多分そのまま答えになってるんですけども、そのヒーローたちがそのルールを変えた存在にどうやって戦っていくのか、そういうところがこの本の魅力になっていると思っています。というわけでちょっと駆け足になってしまったんですけど、
非常に面白い作品ですので、ぜひ皆さん手に取って読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。それでは質問のある方は挙手をいたします。私からよろしくお願いします、先ほどの、ご紹介いただいたエグザイルズとかはシリーズでしたけれども、これはそれ一冊で完結しています。アメコミのややこしいところなんですけども、作品としてはこの一冊で完結しています。なんですけども、なんかずっとこれ以外にもなんかバットマンの本であったり、スーパーマンの本であったり、そういう彼らがこの40年間続けてきた、歴史の中の一つの、ハイライトみたいな形になっているので、スーパーマンやバットマンがどんなキャラクターのかっていうのをなんとなく知っていることが前提にはなっている作品になっています。はい、ありがとうございます。それでは次の質問からいきましょう。何回も同じ質問を繰り返してありますけど、それ日本版は出ているのかということと、あと出ていなかったとしても平易な英文で書かれているのかということはどうでしょうか。非常ですね、残念ながら日本語訳はされていません。ただし実はその先ほど同じテーマで何冊か本が出してました話をしたんですけども、実はそちらの方は翻訳されています。それは名前が出てこないんですけれども、反転世界でしたっけ。ジャスティス・リーグ・アメリカ、反転世界っていう、逆転世界っていう名前で本が出ていて、それも実は同じようなテーマを扱っているので、そちらの方は日本語化されてますので、ぜひご覧ください。で、英語なんですけども、比較的、英語時代は平易なんですけども、ちょっと、この作者時代が、ちょっと、アメリカ人にとってもたまに何言ってるか分かんないことを、急に言い出すようなちょっと人なんで、そういう意味での難しさはありますけども、英語としては比較的平易な英語ではないかなと思っています。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、山本さんの発表をお願いいたします。ありがとうございます。